こんにちは山梨良平です寒さもようやくを衰え始めまもなく春分の季節となりました冬と春を分かつ3月人と人、つながりや場所を分かち新たな出会いのプロローグをつぶむ季節でもあります皆様いかがお過ごしでしょうかそれで本日も始めさせていただきます番組の最後にはコンサートのお知らせもございますのでどうぞ最後までお付き合い願います山梨良平の常識の枠内。 まずはじめにお届けするコーナーはこちら。山梨良平ご推薦の一品。このコーナーでは僕の好きな映画、本、音楽などを皆様へお勧めさせていただきます。本日推薦させていただきますのは2冊の本です。1冊は18世紀のフランスの小説家ラクロの危険な関係。もう1冊は20世紀のイタリアの小説家ナタリア・ギンズブルグの万象に家の人々。 この2冊に共通する点はお手紙です。18世紀のヨーロッパではこの書簡対小説が大流行しました。中でも危険な関係は私の好きな一冊です。イギリスではリチャードソンがパミラを書きました。パミラという若くて綺麗な家政婦さんがお父様に出した膨大なお手紙で構成されている本です。分厚い本です。ドイツではゲーテの若きウェルテルの悩み。 これもウェルテルが親友に書いた初艦体の小説でしたね。今日ご紹介するラクロの危険な関係は中でも本当によくできていて映画化されてたりですね、お芝居にもなっているのでご存知の方も多かろうと思います。これも結構枚数の多い本ですがハラハラドキドキしながら一気に読めちゃいますよ。この危険な関係、18世紀に出版された当時は反キリスト教的だとか エッチで攻撃的な文書であるとか、不死だらな単なる公職本だなどと相当非難されたようですが、今読むと当然のごとくどこがという感じです。この危険な関係が書簡対象説の頂点であり、恋愛文学の傑作として認められるのは20世紀も後半になってからのことでした。この小説には私の大好きな 衣服のことはほとんど触れられていませんけれども、かえってそのことで18世紀に書かれたというこう現実感が増しているようにも思えました。またこの小説は一つの出来事を複数の人物の視点から語られているので、物事は一方の側だけに立って考えてよいのか。まずは相手の立場に立って考えてみるという、この常識を思い出させてくれる私にとっては大切な本なのです。 さてもう一冊は、マンゾーニ家の人々。これは、書簡体小説ではなくて、現実の手紙によって構成されている書簡集です。でも、単なる書簡集ではありませんよ。イタリア人なら、マンゾーニを知らない人はい、いないと思いますが、大通りの名前にもなっていますからね。というか、イタリア人にとってはもう、小学校の時から勉強させられているんで、うんざりという人もいるでしょうというほど有名な19世紀の小説家、 アレッサンドロ・マンゾーニに関する書簡集なのです。このマンゾーニを書簡を通して研究してもう一度見つめ直そうという素敵な本なのです。アレッサンドロ・マンゾーニ本人のお手紙はもちろん、彼のたくさんいる子供たち、奥様。 まあ、まさに満足に家の人々ですよね。それから、その周辺にいる人たちの手紙をもう集めに集めて、ナタリア・ギンズブルグらしく、それを丁寧に年代順に並べて、その時々のことを詳細に調べ上げて、一冊にまとめた。音楽で言えば、どこまでも静かな、さながら交響曲のような小説でございます。このシチリア生まれのナタリア・ギンズブルグは、私の尊敬する小説家の一人です。 考え抜かれた簡素で美しい文章を書く人です。物を作る上で誰もが追い求める純粋性を彼女の文章に強く感じてしまいます。この万象に家の人々、悲しくて切ない物語です。すべてが現実の手紙であるだけに、言葉が直線で心に突き刺さってきます。でもなぜだか読み終わった後に、人として生まれてきてよかったな。これから どんな状況の中でも優しさを忘れないで毅然と生きていこうなどと思ってしまうのはきっとこの本が優れた文学になっているから心にそんな風な浄化作用を犯させるんでしょうねはい本日は、えー、18世紀のヨーロッパで大流行した書簡隊の代表的恋愛小説「ラクロの危険な関係」そしてイタリアの生んだ20世紀の隠れた巨人 ナタリアギンズブルグの描いた書簡集小説「万蔵に家の人々」このお手紙にまつわる2冊の小説をご紹介させていただきました以上山梨良平「ご推薦の一品」のコーナーでしたさて皆様は日記などをつけていらっしゃいますでしょうかここでは私の日記といいますか思いつきといいましょうか 妄想ノートのページを開いてなんと皆様に聞いていただこうというものです山梨良平覚えが貴重の枠内丸月抜日晴れかつてはおそらく毛布だったようなものを頭からかぶって野生の動物のような異臭を話しながらその老人は地面に座っていた私が道着の右ポケットから小銭を出して渡そうとすると 老人は石炭の掘削作,作業をしていたとしか思えないほどの真っ黒い手袋を外して両手を重ねて小銭を受け取ろうとしたその手は驚くほど白くて長い指を持っていたコインは音を鳴らして私の手から老人の美しい手のひらへと落ちていった私は大通りに向かって歩いた五六歩進んだその時だった忘れたのか 私の体は金縛りにあった時のように硬直した。覚えておらんのか私の足は震えだし、振り向くことができない。はあ今無意識にわしの声に反応したな。ああ固まって振り向くこともできんのかふうふくそんのほうけた竹の長い上着はどうだそんなんで馬に乗れるのか女を守れるか わしが与えたあの銀色に輝くプールポアンはどうした男なら左右色違いのタイツにプールレーヌを履きたまえよ。お前にはつま先30センチまでのプールレーヌを履くくらいを特別に授けたではないか。ええー、そうか。時代は変わったというのだな。ええー、湖。鏡のように澄んだ湖。うう木造の美しい境界があったの。 お前たちの平和な村、あの村はどうしたそうさ。お前はあの村で生まれ、代々村人たちのために歌ってきた銀遊歌人、ジョン・ダウランドだ。ええー、たびたびわしの宮殿に来て、キサキと姫のために歌ってくれたの。お前はわしらのお気に入りだったのじゃよ。年に一回クリスマスの時期になると必ず行っていた姫の歌会には、 曲をこしらえたり伴奏をしてくれたことも覚えておるぞ。わしは宮殿の中にお前の衣失を用意させたが、ガンとしてお前は宮殿暮らしを承知しなかった。へへ、実は村人たちがお前を話したがらなかったのだろう。わしは知っていたよ。私はロイヤルブルーの空に浮かんだ、灰色とオレンジ色のグラデーションの雲を見上げていた。聞くがよいダウランド。 お前の歌を聴きに来てくださっている人々の姿をよーく見るのだ。村の牧師のお顔を忘れたか。裁判官とその妻を、パン屋を、仕立て屋を、家具職人の長女の別品さんも来ておるぞ。お前にうさぎの肉や野菜や果物を分けてくれていた、あの鍛冶屋の夫婦を忘れたか。よーく見るのだ思い出せ、ダウランド 村人たちの魂はまだ生きておるのだ。お前は永遠にあの村人たちのためだけに歌い続けるのだ。それがお前の宿命というものだよ。私は振り向いてゆっくりと王に近づいた。そして無意識に地面に片膝をつくと王の前に深く神戸を垂れた。すると王が一 えー、旦那のおかげで今日はあったけえもん本が食えます丸月抜日雨今日もおばの肖像画が動いたようだ右手の本がラファエット夫人から届いた手紙に変わっているし胸元のリボンの色も違うこのリボンは若々しく見えますよそれにこの目は ベネツィア製のグラスにとろっとした琥珀色の強い果実酒をなみなみとついで持ってこさせたいそんな時の目だはい今日はこれまで以上山梨良平覚えが貴重の枠内でしたここで番組に寄せていただいた皆様からの質問にお答えさせていただきます常識の枠内 一問一答のコーナーです。はい、えー、クラシカルなイメージのある山梨さんですが、パソコンやスマートフォンは得意ですか？クラシカルなイメージやっぱりございますかね。えー、パソコンもスマートフォンも持っていませんけれども、今のあの携帯電話があのぱぱって開けるやつなんですけども、かなり壊れているので、もうすぐ変わってしまうかもしれませんね。スマートフォンにね。 あの僕高校時代コンピューター同好会なんかにも入ってましてあのそういったものが嫌いではないんですね。あの今の多分パソコンより相当あの頭が悪くて、えっと、大きなタンス2つぐらい分の大きさあった時代ですよコンピューターが。はい次、えー、花粉症がひどいですかわいそうですね。山梨さんはは花粉は平気でいいらっしゃいますか もう40年以上花粉症をやっていまして僕があの花粉症になった時はまだ花粉症と言われていませんでしたアレルギー性鼻炎などと言っておりまして、えー、あのかなりひどかった時はもう起きられませんでしたね今はあの相当楽になりました薬が良くなったんでしょうかねはい次 山梨さんは身近な人を尊敬したり、憧れたりなさいますか？もう身近な人をもうほとんど尊敬してますね、えー。最近その憧れということではですね。男は女性に憧れを持っているのでは？と感じ。る時ありますね。無意識にあの男性は女性に憧れてるんじゃないかと。もうあの、本当は女性になりたいんではないかと。そういうところから。 嫉妬心とかあの生まれてきてるんじゃないかなと間違いですねはい、えー、次、えー、小さい頃はどんなお子さんでしたかんこれ皆さんこれ自分の小さい頃って覚えてますか僕は記憶がありませんですねはい、えー、コンビニは行かれますかついつい買ってしまうものなどあれば教えてくださいはいえー、洗わないで食べれるカット野菜とキャベツの千切りです 次、僕は赤いペンで文字を書くのがなぜか好きです。うー、んん,うん、わかる。山梨さんは自分でも理由がわからないけど、なんだか好きなもの、気持ちが高まるものはありますかうん、ありますでしょうよ。あの僕もペンには非常に興味がありますね。特に鉛筆がすごく好きです。あの削ったりするのもとっても好きですねえ。ちなみに鉛筆はあのカランダッシュのテクノグラフの 3B から 5B ぐらいを使ってます。 いつかあの一品でもご紹介しようかなと思ってたんですけれどもボールペンは、えっと、ボールペンテルの B100 ってやつが異常に好きですねはい次え前世は信じますか信じる場合は自分は何だったと思われますか私はジョン・ダウランドだ <laughs> はい <laughs> お酒は飲まれますか <laughs> 好きですがほとんどいただきませんね、えー、最近では掘呂をちょっとかな 以上一問一答のコーナーでした山梨良平常識の枠内いかがだったでしょうかここでコンサートのお知らせをさせていただきます次回のコンサートは3月20日金曜日となっております場所は六本木シンフォニーサロンです会い。 日常18時30分開演19時となっておりますよろしくお願いしますチケットはローソンチケットにて販売中インターネット電話にて受け付けております詳しくはオフィシャルホームページをご確認くださいそれではまたお会いできることを楽しみに山梨亮平でした